と申します。千葉から来た19歳です。よろしくお願いします。いつも働くことが
とうございます。ありがとうございました。シェニさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、おとくら初登場どうでした？あ、緊張しましたね、すごい。え、本当にすごい堂々として、もう引き込まれちゃいました。本当ですか？本当に素敵な歌でした。はい、まず辛いものが好き。辛いもの好き。はい、大好きです。何系が？まあ、唐辛子とかわさびと辛子はちょっと苦手なんですけど、うん、あの唐辛子系だったら結構いくらでも。なんか 青いやつとか。青いやつも赤いやつもいけます。全然いける。はい、いいですね。すごい好きです。ハーフとかってどことどこのハーフなんですか？ハーフっていうか、なんかお母さん自体がハーフなんですけど。クォーターかな。かな。スペインとフィリピンと日本が入ってます。え、スペインとフィリピンと日本が入ってます。いろいろ入ってるんだ、はい、なんかすごいね、西洋東洋全部美味しいとこ取りでですね、ですね、はい、ということでね、あの、本当に、はい、そして嫌いな食べ物はトマトって書いてますが、はい、辛いなんかトマトカレーとかダメなの？あんまり好きじゃないですね。ダメなんだ、はい、トマトスパゲッティにこうタレさんパーッと入ってる感じ。ミートソースとかああいう感じはちょっと苦手ですね。ダメなんですね、はい、そっか。でもトマト苦手な人多いですよね。なんでだろうね、トマト。いや、なんか美味しいのにね。なんか臭いんですよね。臭いんだ。なんか臭いし、なんかグニョグニョしてるし、美味しくなくないですか？本当に？あ、でもプチトマト食べれますよ。え、それ全然違うじゃん。トマト いけるじゃない。トマトはいけないんです。プチトマト OK。 プチトマトはいける、何トマトっていうの？プチじゃない、ビッグトマト。あ、ビッグトマトダメですね。ビッグトマトダメなんだ、はい、ね、まあでもね、まだ19で、ね、の未成年なんで、大人になったらまだいろいろと食べれるようになりますから。そうですよね、うん、はい、ということでね、あと好きなように歌って楽しむのがモットーって書いてるんですけども。そうですね、楽しめましたか？楽しかったです。楽しかった。ちょっと緊張しちゃって声出なかったんですけど。はい、それ寝てないからでしょ？あ、まあ寝て、あ、そうですね、うん、まあ、でも楽しかったからいいかなみたいな。そう、そうですね、はい、うん、なんか、今日やった曲はカバーが多いんでしたっけ？去年ですか？オリジナル。いや、今日の曲は、今日は、最後の以外全部オリジナルです。あ、そうなんだ。素敵なオリジナルたくさん持ってるじゃないですか。 ありがとうございます、はいはい、本当にね、本当にまた次あの出演を後でスケジュールをね聞きたくなるようなぐらいの素晴らしいパフォーマンスでしたが、はい、ライブ結構やってるんですか？いや、今回が久々なんで。久々、はい、あんまりやらないの？あの、やめてたんですよね、ちょっと歌うのが嫌になっちゃって人前で。あ、そうなんですか、はい、だから素晴らしいのに。路上とかは公演で歌ったりとか、うん、キャスとかでは歌ってたんですけど。そう、キャスでね、全然もうやってないです。あ、じゃあ今日境目にまたちょっと歌ってもらえれば嬉しいですね、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、楽しいところで、はい、はい、ありがとうございます。そう、キャスといえばね、そのあのシェイさんのキャスにね、僕が行った時にね、なんかフワさんが、はい、フワちゃんが、フワッチがね、はい、なんかたくさんコメント書いてたんで、はい、あれ、なんだろうと思って、それで、そうですね、うん、それでちょっと今日お誘いしちゃったという、そのまあ、強引な流れ、まあ、フワッチがいるなら出たいな。でも結構キャストさんも私があの個人的に聞きに行ってる人がたくさんいるので、うん、ああ、そうなんですね、はい、そっか、まあ、このつながりをちょっと広げてね、楽しくライブできる環境ができればいいですね。はい、はい、ということで、じゃ あの今後の告知とか何かあります？いや、まだ全然ライブとか誘いはいただいてるんですけど、あのまだやる気はなくて、うん、でもちょっとやる気になったらツイートしてるかもしれないので。おお、そうなんですね、まあ、あの拝見していただければ。あとはキャスですね。キャスは結構
朝方バイト終わってから朝4時とか5時にやってることが多くて深夜のバイトやってるんだ。そうですね、夜勤なんですよ基本。へえ、はい、なるほど。基本夜勤なんで、夜勤明けで、夜勤明けでやってることが多いので、はい、まあ、早起きしたっていう方はぜひ直角三角形シェイで検索していただければ多分出るんで。あれ直角三角形なんだね。直角三角形、直角三角形、二等辺、二等、直角二等辺三角形じゃない。直角三角形です。直角三角形、直角三角形です、はい、なるほど。それでそこを読まずにシェイですね。そこは読まずにシェイ、あれはもうただの飾りなんで。そうなんだ。なんでアイソレやめたんですか。アイソレはその当時読んでた小説の名前ですね。アイソレートでやってたんですけど、はい、携帯小説で読んでて、その時すごいその小説にハマってて、そこからつけました。なるほど。だってツイッターのアカウント名がアイソレイトだもんね。そうですね、はい、シェイにならないんですかね、はいはい、どうなのか楽しみですね今後が。 ありがとうございます、はい、ということで本当に素敵な素敵なステージでした、はい、シェイさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで